僕はですね、ぴょこたんという名前でですね、こういった漫画を描いているものです。僕は任天堂信者ね。Wii U がですね、任天堂から正式にね、Wii U おしまいですっていうのをですね、発表になりました。まあ言葉では Wii U おしまいですは言ってないんだけど、ちょっと前に結局日経で流れたじゃん。Wii U は年内で終了みたいな話。そのまんまだよ。日経のね、記事のまんまです。でもまあ、面白いゲームいっぱいあったからね。いいよ。まあ、いつ発売したんだっけ ?2012 年だっけ ?2013、2014、2015。たった3年でもう終わるんだよ。3年で大したソフトも出せずに終わるけど、ゲーム自体は楽しめたから短期間でね、まあ、ゲームのハードの寿命はね、短くなって早いよな。でもバーチャルボーイの悪夢もあるから、それに比べりゃ長かったよな。バーチャルボーイなんてソフトさ、もう10本くらい出て終わりだからね、任天堂の。その悪夢を食らってる身としてはね、まあ持った方だろうな、ちょっとは思っちゃうけどね。たださ、3万オーバーじゃん。今までの任天堂のハードで一番高い金を出させてるわけよ。そのくせ全然楽しめ、3年しか楽しめないんだと、1年1万円も払ってさ、損したよ、やっぱ。やっぱ損した。いや、許せない。スプラトゥーン、スーパーマリオメーカー、まあ、スーパーマリオ 3D ワールド、ゼノブレイドクロス、すすめキノピオ隊長、ベヨネッタ2、デビルズサード、まあ、いいゲームあったらピクミン3、ワンダフル101。たださ、単価も高くなってんだから、それなりのケアをしろって言いたいよな、やっぱ。任天堂からのですね、まあ、終了宣告とも言えるお知らせをですね、とりあえずこちら、決算短信ってやつがあって、発表なんだけどさ、僕みたいなプロが見ればね、すぐ終了のお知らせだって分かっちゃうんだよ、これ。これなんかいろんなね、経営の数字とかが出てるんだけどさ、この時期の見通しっていうところです。時期っていうのは今年の4月から来年の3月までの話ね。Nintendo 3DS についてはね、ポケットモンスターサンムーンが出たりとか、大型タイトルでね、活性化させます。で、NX については3月に国内外で発売を予定しています。アミーボは充実を図ってね、どんどんやります。で、スマートデバイス向けアプリはミートマに続いて出します。これらの取り組みにより、時期の売り上げについては、Wii U の表記が一つもないんですよ。Wii U の表記が。つまり今年の、売り上げとかに関しては、Wii U はもうノータッチなんですよ。あと何台売れるかという予想。いや、もう終わりだよ。終わりは確定だよ。だってこんだけのこと言ってるんだから終わりじゃん、もう。終了なんです。ゼルダなんてさ、ずるいぜ。Wii U 発売と同時にさ、ゼルダのゲーム出しますって言ってさ、あ、ゼルダ出るんなら買おうかって言ってんじゃん。でも NX で出るんだったら話はまた違ってくるじゃん。Wii U でしかゼルダのオープンワールドのゲームができないっていうふうにさ、Wii U 発売と同時に変なさ、PV みたいに見せられてさ、だから僕たちはハードを買ったんだから、ちょっと詐欺なんだよ、これ。NX でできんの？だったら NX 買うんだけどって思っちゃうじゃん。そしてこちら。Nintendo 3DS のね、まあ、これ売り上げなんだけど、全世界でね、おととしは873万台。で、去年は679万台売れました。で、今年は500万台売りますよって。まあ、ちょっとずつね、下がってはいるけど、それなりにね、ソフトも充実させて。逆にソフトなんかはおととし6000万。去年は4800万。今年は5500万。ポケモンもあるからね、売っちゃいますよって。頑張って売っちゃいますよ。ただし Wii U は、おととし338万で売って、今年326万で売って、今期は80万台。もう在庫あるだけ全部売ったらもうおしまいですよっていう、このめちゃくちゃクソ予想。80万台ってありえないでしょ。全世界で80万台。もうその部品があるだけでね、終わりですよっていうのと言ってるようなもんなんですよ、これ。どうする？ソフトももうね、1500万台。もう Wii U はおしまいですよって。ちょっと微妙だよな、やっぱり。負けは認めてんのは分かったけどさ。そして、さらにひどいのは、その Wii U は今期は終了ですよって言ってても、生産もほとんどしない状態に入ってるわけじゃん。なのに、NX は2017年の3月に出しますよって。じゃあ、今からさ、その1年間さ、どうすんだよって。3DS にね、注力しますとかね、フォーカスを当ててとか言ってるけど、言うほど 3DS も盛り上がってないわけですよ。何なんだろうな、これ。経営っていうのはさ、未来をどんどん見据えてさ、その途切れないようにさ、毎年毎年利益を上げるためにやるのが経営じゃん。そういうためにさ、その頭を使ってさ、高い金をもらってさ、考え出してやってるわけなのにさ、こんな1年間の、そのソフト、ハード一体化ビジネスのね、任天堂の主力ビジネスの空白を作ってしまって何なんだろう、これ。Wii U もね、もう結局全世界で、
まあ、考えて生産されたのが1280万台とか、まあ、1300万台しか出回ってないわけですよ。任天堂のハードの中でもかなり少ない方なんで、これ、ちょっと10年ぐらい寝かしたら価値出ると思うよ。もう再生産絶対しないし。まあ NX ね、互換性が入るかどうかは知らんけど、Wii U というハード自体はもうここでね、失敗、大失敗ハードっていうことでね、損切り体制にね、任天堂も入りましたから。Wii U の範囲はタブコンっていうものが何のね、インパクトもなかった割に高いってことなんだよね。で、余計な制約になっちゃって、タブコンが足を引っ張ってしまったっていう感じなんだよ。世の中にね、こんだけね、タブレットっていうものが出回ってる中で、3DS にもちゃんと2画面ついてて、上下で見る中で、大きい画面が手元にあったからって、それが何なんだっていう話になっちゃうからさ。そういうことなんですよ。で、僕ね、NX ね、2017年の3月に発売しますって言ってるけどね、これってね、建前なんだよねっていうのも分かってんの。NX の発売が延期になるまで僕は想定済みですから、なんで3月に設定してるかっていうと、今期って言われてる4月から3月なんだよ。だからどうしても3月って言わないと、もうそうじゃないと NX を今期の利益に乗せられないの。NX の売り上げのお金とかを。だから無理やりギリギリの一番後の3月に言ってんだけど、結局さ、またさ、12月ぐらいになったらさ、延期しますって言って、今期の下方修正、下方修正入りますって言って、で、NX はね、やっぱりね、9月ぐらいに出しますっていうふうにね、言うような気もしてるからね。とりあえず現状の1回の延期は3月でギリギリなんだよね。そこまでしかできないんだよ。いや、やばいよ、その場しのぎ、その場しのぎ。それでミートもさ、年内に出します、年内に出しますって、ギリギリ3月で間に合ったけど、あんなもん利益に何も乗ってないからさ、それで前回もさ、ダメだったわけじゃん。だから僕は NX もそこまで期待してないし、だってさ、NX のさ、詳細の情報はさ、今年の E3 で発表しますって今までずっと言ってたの。だからちょっと待ってくださいね。NX の話に、株主総会の質問でも、NX は来年の E3 とか時が来たら話しますんで、今回は NX に関する情報は何もありませんよってずっと言ってたのに、今度 E3 では NX のこと一切やりませんってまた言い出したからね。どんどん後回し、後回し、後回しなの。で、今回の E3 ではなんか、ゼルダにね、ゼルダの25周年だから、ゼルダのね、発表しますとか言ってるけど、多分萎えると思うよ。そんな中でですね、まあ、明るいニュースというのか何なのかわかんないけど、とりあえず僕の中でですね、これ、次期社長がね、ある程度わかりました。任天堂の今までの、急に信任予定の取締役として入ってきた人間が、やっぱり一番ね、次期社長に近いんですよ。今までの取締役の中に、誰も社長候補がいなくて、もう消去法を重ねて君島さんになったわけだけど、君島さんなんて65歳だし、もう定年退職の年齢なんですよ。つまり早急にですね、誰か次期社長をね、入れないといけないって中で、新任取締役としてですね、この古川俊太郎って人が入ったわけ。これ多分次期社長だよ。古川俊太郎。どういう人だか全く知らないけど。でもね、この経営企画室長っていうのは、もともと岩田悟社長もさ、岩田悟も社長になる前に、一旦経営企画室長になってるわけ。この経営企画室長っていうさ、ポジショニングも社長のね、次の社長っていう感じなんだよね。だから基本はもうこの古川俊太郎体制にね、少しずつ移るようなことになって、次の候補がこっち、新任の執行役員、これ、高橋真也っていう、このソフトウェアとかの時によくね、質問に答えてる人、常務執行役員になってるでしょ。常務執行役員、この二人になってる。高橋真也はもともと取締役だったから、僕顔とかも知ってるんだけど、この二人でね、未来の任天堂体制は、それなりに若いからね、この二人になると思う。それがね、どうなのか、今後のね、まあ動きを見ていきますけど、しょうがないんじゃないの？生え抜きの体制でいくっていう、この二人。まあ今度ね、株主総会行くから僕も、その時にですね、ずっとね、古川のね、動きをずっとチェックしてからね、そしてですね、唯一のね、任天堂のね、まあ、株主としてのですね、明るい話題がね、一つだけあるんだよね。スマートデバイスアプリの次、ミートモの次、ファイヤーエンブレムですって。ファイヤーエンブレム。いや、いいじゃん。いいとこついてんじゃん。そして動物の森。これも完璧じゃん。次のスマホアプリで、この動物の森とファイヤーエンブレムでですね。いや、これいいと思うよ。これだけだよ、もう任天堂の利益をね、期待できんのは。この二つさ、ユーザー層も全然違うしさ、ガチでちゃんとしっかりと作れば、めちゃくちゃ儲かるさ、ポテンシャル秘めてるじゃん。これは最高だね。
しかもね、その質問のね、質疑応答、社長の質問の答えとか聞くと、思いっきりここでですね、利益を上げようとしてるの。もうね、柱にしようとしてる。もうね、見境ない。かつてのね、岩田社長のね、お客様との付き合いが長続きしないからどうのこうのというのはすっかりなくなったからね、ここでもう利益をがっつり上げて、我々ね、もう動物の森もファイアエンブレムもミートモと違って、ゲーム性を高く、ゲームとして楽しめるものを作りますと。で、長くやれば課金がしっかり収益としてね、成り立つようなものをね、作りますって言ってから、かつてね、絶対ありえないとされてきた、動物の森のさ、アイテムをいくらで売りますみたいな、それに近いことが、ついにね、現実になりましたね。ファイアーエンブレムなんてもう、もともとさ、結構ね、げつない課金してたからさ、3DS 版でも。いやー、これ来たよ。で、しかもシミュレーション RPG っていうのは、携帯にすごくね、合ってるよ、やっぱ。こう、別にさ、難しい操作を要求されるわけじゃないさ、こう、ブイーってこう引っ張ったりと、こっからこっちに行って、ブイー、ブイーってやるだけじゃん。いや、完璧だわ。もうこの二つでね、利益をね、上げてもらって、NX でこけてもね、いいだけの利益を上げてもらえばね、それでいいっすよ、もう。これが秋。秋だってさ、動物の森とファイアーエンブレム。秋までね、まあ、持ってて、ポケモンサンムーンやって、妖怪ウォッチ寿司天ぷらやって、もう、据え置き機器でやるゲームが何にもないけれども、携帯機とスマホのゲームの二つでね、まあ、今年はね、しのいでいきますんで、あとはハースストーンとかね、他の他社のゲーム、そして PSVR ですよね。PSVR でもしかしたらもうソニー信者にね、くら替えするかもしれない可能性も秘めてる PSVR。あ、そうそう、そしてポケモン GO。この辺りでね、なんとかね、やっていきます。